I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Hello, people. This is the continuation of Digimon Cyber Sleuth. Please enjoy the video.呼んでねえだろな、警察。呼んでたらもう協力してやんねえからな。今回解消だ。おっと、この奥だ。さて、何が待ち受けてやがるかな。新宿の地下と同じあの現象ということはイーターがいるってことか。そうだな。しかし次から次へと何なんだ。ほんとオタクといると退屈しねえのな。巻き込まれちまったのか。まさかあの後犯人に。ああ、分かってるって。俺たちがパニクっても仕方ねえよな。イーターを片付けてこの現象が消えりゃマリも元に戻るよな。
よし、じゃあ調査再開。他にも巻き込まれた人間。スエド。おや、あなたたちですか。なんだってあんたがここに。まさか秋葉原でこの現象が起こるって予測してたとか。そのまさかです。研究は日進月歩。デジタルウェーブ状態をつぶさに観測することで、シフトが発生する地域を特定できます。精度はまだまだですがね。シフト？この現象のことか。ええ、デジタルシフトとこの私が名付けました。ですが、もう決めちゃいました。この現象はデジタルシフトです。名前はともかくだ。この現象が起きたということは、イーターが倒せば元に戻るんだよな。いかにも。前回お二方に実証してもらった通りです。いやはや、その説はどうも。俺たちの他にも中に人間がいるんだけど、軒並み様子がおかしい。それもこの現象のせいなのか。いや、それはどうでしょう。デジタルシフトに巻き込まれただけであれ、現に我々はピンピンしていますしね。さすがに長時間となると話は別かもしれません。じゃあ原因は他にあるんだな。イーターか、それとも逃し、まあ何が現実に起きたとしても不思議はないのがこの現象の最も興味深い特徴ですし、いかなる可能性も否定はできません。真相は自分の目で確かめるしかな。花からそのつもり。えいえい、そうでしょうとも、そうでしょうとも。では私はこの付近を。行くぞみんな。トン。行け。案外大したことなかったな。後悔するぜ。続けていこう。おりゃ。Thank you.
かなきゃ、もっと書かなきゃ、書かなきゃ。な、嘘だろ。あんたが神隠しの犯人なのか。あら、真田くん。え、真田くんなの。は、西野さん、マジかよ。何って見てわからない。私、漫画を描いてるの。ほら、ほらほらほら、見て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 、こんなにこんなにこんなに重いのに描けちゃうの。二次創作じゃない、オリジナルだよ。完全にオリジナルなの。西野さん、どうどう、真田くん、すごいでしょ。私これだけ描ければ文句なしにデビューできるよね。プロの漫画家になれるよね。漫画を描いてるだって、意味わかんない。笑えないんだけど、マジで。真田くんも私の漫画を気にすんだ。やっぱりそうなんだ、そうなんだ。あのデジモン、つうかなんだよ、あのデタラメな。真田くんもあいつらと一緒だね。私の作品を何事もなかったように笑って。こいつはヤバそうだぜ。私、あいつらを笑えなくしてやったの。ここだと何でも私、漫画に書いたことでも。これお前らが、お前ら、それまでお願い、黙って、見ないで見ないで見ないで。見ないで見ないで。西野さん、俺、あんとにかく漫画を描くのが好きって感じがさ、俺は読むだけだからさ、そういう楽しみ方ができるあんたが羨ましいって思ってたんだ。それがこんなことになるなんてよ、正直信じらんねえっつうか、気づけなくてすまねえ、西野さん。真田くん、でも私の中で何かが膨らんで、どうして私。まずい、逃げろ。え、
西野さん、てめえ許さねえ。君がいてくれてよかった。本当に解決しちまうとはな。しかし妙な事件だぜ。お前の通報で駆けつけてみれば失踪者は全員無事けど、失踪中の記憶は一切なし。しかも犯人はぶっ倒れてて意識なし。どうやらエデン症候群になっちまって、これじゃあまともに事情聴取なんざできやしねえっての。最近流行りの怪事件ってやつだなこりゃ。つうかお前本当に何も知らねえんだろうな。ああ、ちっ、お前から事情聴取したら全部又吉さんにバレちまうからな。今回は見逃してやら。つうわけで行ってよし。又吉さんが来る前にとっとと消えろ。ま、ご協力感謝してやんよ。エデン症候群？西野さんが？イーターに襲われた西野さんがエデン症候群を発症した。イーターはデータを食らう。仮にデジタルシフトの中で人間も半デジタル化しているとすると、西野さんは半分だけ食われちまったの。エデンでイーターに自分のアバター精神データを食われ、肉体だけが現実世界に残される。それがエデン症候群ってわけか。そうすると治療法はどうなる？いや、あのイーターを倒しても
ダメだ、情報が足りねえ。スウェードのおっさんを探し出して聞いてみるか。つうわけで俺もうちょいイーターとか追っかけてみるわ。そんじゃまたな。失踪事件に迷いが、巨大デジモンにイーター。注目すべきは巨大化したというデジモンだな。デジモンに操られた男を思い出したまえ。彼はデジモンに影響されてしまったが、逆に彼女は彼女の心の奥底にある妄衆、承認欲求、そういった精神作用がデジモンを呼び寄せ、そして迷いがの発生で結びつきが強まり、彼女はハッカーではない。デジモン、それでもデジモンを強化した人間の意識というものは、核も凄まじい力を秘めている。ともかく事件の解決はめでたい。君は運だけでなく実力もしっかり備えつつある。頼もしい限りだ。しかし気になるのはスエドー明美の動向。迷いが内部は危険であるにもかかわらず、天才と呼ばれる人物の行動は凡人だが、それは取りも直さず我々に計り、推理が憶測を呼び、飛躍が事実を置き去りにする。私も迷い込んでしまったのかもしれないな。Like, share, and subscribe.